まずは強制的なキャラ選択画面。どうも、水ノエルです。山寺オープンベータで遊んでいきます。このゲーム、何をするゲームかというと、これ綺麗でしょう。この綺麗な風景の中を歩く、ウォーキングシミュレーターに該当するものですね。それだけです。皆さんはこれから数十分の間、僕が散歩している様を楽しんでください。あ、スタックしましたね、これ。おそらく FPS ではないので、ねえ、シューティングではないので、スペースキーでジャンプができないんで、これはスタックしてしまいました。ごめんなさい、やり直します。水ノエルです。名前だけでも覚えて帰ってください。山寺オープンベータというゲームをやってきます。こちらですね。はい、歩きます。すごいね。あ、なんか石の間の落ち葉とかも表現されてる。これはですね、綺麗ですね。この何にもない感じがいいですね。多分終始何もないと思うんですよ。はい。この空もいいですね。なんか快晴って感じではなく、ちょっともやがかかった感じが。いや、しかし、すごいな、これグラフィックが。へえ。これ本当はね、もっと良いグラボを積んでれば、もっといい設定で皆さんにお届けできたんですけど。それが悔しいですね。グラボ強い方はね、グラボ強い方は、ぜひダウンロードしてください。オープンベータ無料なので。で、こちらが、まあ、山寺というぐらいなので、お寺なんでしょうね。実際に、なんかあるわ。誰かの拾得物ですね。いいのかな？これ勝手に使っちゃって。Would you like a quick run down camera control? あ、はい、クイックしてください。日本語でない言語で、どうやら、チュートリアルが始まったようですね。言いたいこといっぱいあったんですけどね。あ、レフトコントロールで、縦画面にもできるよ、と。右クリックで、ドローフォーカス。フォーカスを合わせるっていうことかな。ああ、なるほど。あ、なんか、すごい青色の出て、ここだけちょっとゲームっぽいですね。すごいリアル予選できたのに。すごい。ヒットマンみたい。で、ホールドライトクリックすると、ホールドライトクリック&ユーザースクロールウィール。ああ、なるほど。フォーカスを変えられるよと。ちょっとすいませんね。少しチュートリアルにお付き合いください。はい。アローキー、矢印かな ?to make image adjustment。 ん？あ、へえ。女優ライト。あ、これコントラスト。あー、なるほどね。ちょっとこの、ひなびた感じにするのもいいね。あんまりいじると、もう訳わかんなくなっちゃいそうだな。あ、すごい。フォートジェニックじゃないですか。はぁ。カメラいじるの楽しい。で、左クリックを押せばシャッターと。どこ撮ろうかしら。あ、じゃあなんかこの辺をね。おお、一瞬通常戦闘が始まるのかと思った。スペースで出したりしまったり。はい。そういう楽しみ方もできるようですね。あ、でかい木だな。まあ先ほど申し上げた通り歩くだけなんですよ。山寺っていうのは、実在の
日本の、山形は山形市にある。ああ、怖っ。ああ、びっくりした。なんか、お札とかではないんだな。よく作られてるな。あ、山形は山形市にある山寺っていう土地の、これ、立石寺っていうところを再現したものらしいんですね。こう、山形県があって、まあ、山形って結構森とか山がある印象じゃないですか。Google のマップで見るとそこを人間が切り開いて、灰色の大地を広げていて、それで、その灰色の大地の開拓されたところのすっごい端っこの方に、あれこれ降りてっちゃうな。向こうじゃなくていいのかな。灰色の大地の向こうの方になんかある感じ。東京からは3時間ぐらいかかる。まあ山形ですからね、そもそも。これ降りてくんじゃない？いや、しかしいいね。なんかこう、ざわめきが、木々のざわめきと、鳥のなんか、何やらかしらが聞こえてきて、すごいいいですね。素敵だと思いますね。これ、帰るルートじゃね？なんか、もうちょっとあったよな。向こうに。やってしまったかもしれない。ああ、なんかもう木に隠れてさっきのところがわかんないぐらい。あ、なんか向こうにもある。結構お寺が、なんか、いろんなところに散らばってる感じなのかな。これ皆さん安心してくださいね。ホラーゲームではないので、何も出てこないですからね。熊も出なければ、そう、虫も出ない。実際にこういうロケーションに立ち寄ったらね、まあ僕なんかは虫嫌いなんで、虫が出てくると思うんですけど、ああ、なんか、柵があるね。この辺は危ないとこなのかな。スタックしちゃうような。こういうゲームだとね、虫が出ないからいいですね。この端っこの方にね、うようよしたりするんですけどね。これ、安心ですよ。まあ、皆さんこのままね、数十分の間、僕が散歩する様をただただ眺めてください。はい。素敵ですね。迷わない？これ。大丈夫？これ、こっちの方、あ、獣道を進める。え、椎名林檎のように。あ、そうなんだ。こっちの方行けちゃうんだ。ね、こういうところとかさ、本当は雲の巣がかかってたりして、こっから先進みたくば、画面で受け止めなさいみたいな。状況になったりするんだけどね。ゲームはいいね。これ、VR で楽しみたいな。僕、VR の機械、オキュラスリフトみたいの持ってないんですけど、VR で製品版出たりするのかな。そう。これはね、あ、道が繋がってら、さらに下に行くルートもあるんだけど、なんか下に行くの怖くなってきたな。上目ですか。もう正規ルートっていうものはないんでしょうね。実際の山登りも、なんか A ルート、B ルート、C ルートみたいになって、C ルートが一番大変ですよ、みたいな。うわ、またなんか、貼られまくってるね。これ何？なんか、きへそ、日暮里みたいな書いてあるけど。これは、どういうあれなんかな。協賛企業ですか。すごいね。なんか子供がいる家庭の冷蔵庫みたい。たくさんシール貼られちゃって、でスペースキーがジャンプではなくカメラなので、一応調べたんですけど、ジャンプなさそうなんですよね。この石段を、こう一段上がることはできない。お賽銭も入れられない感じでしょうか。これも何かしらの神様を祀ってるんでしょうかね。現地に行けば縦札とかがあって、それでここの歴史はこうですよ、みたいな。うん。
2013年和尚さんが作りましたみたいな、そういうことが書いてあったりするのかもしれないですけど、とりあえず今作ではわからないですね。大丈夫かなこれ。ゆっくりしすぎてて夜になったりしないかな。何も見えないと思うんですけど、ずっとこのロケーションでいてくれるよね。あ、なんか白い何かが、白い何かがちょこちょこ散っている。これは何だろう。わ、なんだこれ。セルパーティクル。へえ。あ、なんか、ひときわ大きい、なんて言うんだっけ。その、根本中堂みたいなさ、お寺の、一番いいよ、みたいな。見どころだよ、みたいな。そういうところじゃないの。あ、これはお写真撮っとこう。なんか、ど真ん中で撮りたいな。もうちょっと身を引きたいな。ああ、いい。木が邪魔だな。切り倒すか。うん。来たよって感じするね。しかしあれだね。もう皆さんも思ってると思うんだけど。チョイスが渋い。このゲーム。この辺は、真っ白けっけだね。雪？雪なのかな？さっきも降ってたのは雪かな？結構高い場所にあるのかな？雪景色だ。そう、日本って言えばさ、もっといろいろと景勝地とか、有名なお寺とかあるじゃん。僕、山形県の山寺って初めて聞いたな。けどまあみんなからしたらね、まあ、日本全国の人たちが喜ぶでしょうね。あの有名な山ちゃんの体内を、このようにバーチャルの世界で歩き回れるという、まあ、それほど嬉しいことはない。あ、すごい。あ、お土産屋さんとかじゃないの？なんか普通に建物が並んでる。創業元禄14年。古いね、随分。元禄って、どれぐらい？松尾芭蕉って元禄の頃とかじゃなかったっけ？ギャグ漫画日和の知識しかないんですけど。なんて読むんだろう？三笹屋？お団子屋さんとかかな？やってんのかな？これ。わ、なんか、ずいぶんこれ古そうな看板だなあ。へえ。お団子ありそうだね。喫茶店っぽい。古い茶店がありますよ。こんなところにこれ、ウーバーイーツ対応してんのかな？あ、鳥居か？なんて言うんだろう。細かい業界用語がわからないんですけど。あ、なんかもっとすごいのあるなあ。あ、この辺も。あ、京料理だって。本当にやってんのこれ。まあゲームだと僕一人が参拝してますけど、実際の風景は結構人でごった返してたりするのかな。なんか向こうにもなんかあったよね。あ、こっち道つながってる。あ、塔があるね。あ、すごい、これ綺麗。うん、写真のセンスが欲しいな。ポケモンスナップの動画とかも撮ってたけど。なんかこう、黄金比みたいなね。そこまで意識できない。ただこの撮影者の、ね、撮影者のフィジカルがいいね。カメラをきっちり固定して、ブレなく撮ることができるという。塔って言ったけど、塔にくくられるのかな、これは。一重の塔みたいな。とりあえず高い場所には登れそうだな。山頂とか存在するのかな。あ、ほらほらほら、街が見下ろせる。あの辺が人間どもの巣窟なんだな。おー、すごいすごい。
町は町で何もなさそうだな。下の方にもなんかお寺がある感じなんですかね。お寺、神社、どっちだろう。まあ人様の洗濯物とか勝手に写真撮っとこう。あ、また降りる道がある。これ、すごいな。なんか、遊び尽くせないって思い始めた。このゲーム。オープンベータ。まあなんかさっき一番最初にキャラ選択画面みたいのがあったけど、実際は、製品版はなんか2022年リリース予定らしいんですけど、山寺以外にいろんな場所があって、伏見稲荷も入ってるのかな？京都。日本だけじゃなくてアイルランドだとかフランスだとか、いろんな場所が巡れるっていう、そういうソフトらしいんですよ。なんですけど、まあ、今回は山寺丸々一本。すごいね、でもボリュームが、だってもうこういうのってさ、この辺に適当になんか見えない壁か、なんか、なんだ、バリケードとかあって、ああ、こういうのこういうの。こっから先は行かせませんよっていうのがあるじゃない。これなかなか見かけないもん。これが出たら引き返す。まあ、ダッシュするか。はい。シフトキーでスプリントです。なんか不思議な感じがするなぁ。こういうゲームで走ってんの。何を行き急いでるんだろうなぁ。自然な体の揺れですね。さっきの、なんか、凄そうなところ行ってみたいな。でかそうなところ。ああ、素敵だね、これは。道こんなんだっけ。あ、怖っ。またスタックしそう。はい。まあ、なんかちゃんと舗装されてるとはいえ山道だね。あ、さっきのサテンとかが並んでるところだ。あんまりここ通りたくねえな。これ怖いなあ。あ、たどり着けるね。あれが一応目的地なんじゃないかな。来る人にとっての。そこは何？あ、さっきの、ミササヤみたいな。これなんだこれ。ちりめん山椒。ああ、なんか書いてある。出店でお昼にお出しする、ちりめん山椒は、自然の材料の、もろみを、あ？生きとし。なんて？防腐剤などは一切使用しておりません。読めるもんだな。実際あるんだろうな、こうやって。この辺お手洗いとかじゃないのかな？これない？ここのデッドスペースはなんだ？お手洗いないね、ここ。まあ、お茶屋さんで借りれんのかな。あー、来たって感じするね。あ、ここが、ラストダンジョンかな。こういうのもいいけど、ど真ん中に構えたいな。やっぱり。あー、いいね。ようこそ。って感じ。ジェニックだね。ジェニックでフォトだね。すごい。日本ってこんなに木生えてるんだな。行ってみよう。なんか飾られてる。なんか枠もあるな。なんかゲーム的にすればいいのか。あ、これもしかして、ここの写真を撮ってきてくださいっていう、そういうなんか、なんていうの？マイルストーンみたいな。そういう要素、あっちもなんかあるんだ。ただなんか、一番豪華なのはここなのかな。
ああ、こっちには行けないね。参りましたよ。多分ここがいい感じのところなんでしょうね。ご本尊がこう祀られてたりするのかもしれない。いかがですか？そろそろ皆さん寝落ちしました？この辺でいきなり大声出してもいいですか？出さないけど。いいね。これ道覚えてる人いる？まだこっち行ってないよとかわかる人いる？すごいね。すごい、なんか、こんなに歩ける。あ、ここまで歩ける。楽しい。おお。そんなゲームでございますよ。迷っちゃうね、これ。僕実際に行ったらこんなん遭難するわ。はい。ということで、山寺オープンベータ、いかがでしたでしょうか？よかったらね、今、体験版的な感じでこれ落とせるんで、皆さんも歩いてみてください。さっきのカメラで撮るといいよっていう場所を撮ってみるのもいいかもしれませんね。はい。そんな感じで、止めどないので、ここで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。